俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか。はあ、親分が決めたことなら。どいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに決まってんだろうが。その気持ちオイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに相手が全く興味を示してくれないなんて。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。いやだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華御神物をゲットすることだからな。